はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。今日からみんなでマヨラーになりましょう。はい、それではいきます。西ヨーロッパ世界ということになるんですけれども、西ローマ帝国の復活ということで、いうことになってきます。今日ははい、メロビング朝フランク王国ということがあったんですが、まあこれも、そこそこ大きい、王朝ということになるわけなんですが、メロビング朝フランク王国、残念ながら兄弟喧嘩と内紛ですね。イメージとすると兄弟喧嘩ですね、はい、ということになるわけなんですけれども、まあ兄弟喧嘩でオラーみたいな状態になっているのと、もう要するにあっちこっちで要するに分裂騒ぎになって戦いが起こるということになります。で、この要するに危機を救ったのが、救済、ということで、マヨルドムスということですね。はい。マヨルドムスということですね。はい。まあ、覚え方についていきましょうということで。まあ、マヨルドムスは、前言ったらイメージすると、まあ、執事みたいなもんですよ。執事みたいなもん。はい。で、まあ、じゃあ、私がやって、まあ、私が何とかしましょうか、みたいな感じで、まあ、動くというんですね。はい。ということです。なので、まあ、メルビング朝フランク王国っていうのは、まあ、どういうふうな感じで、まあ、起こったかっていうと、まあ、イメージすると、まあ、こんな感じって覚えておいてほしいんですが、まあ、要するになんか、おやつがどうのとか、こうのとかで、まあ、切れてるて、ね。兄弟が、まあ、うわーって揉めてるっていうんですね。まあ、でも、ここでマヨルドムスが、まあ、マヨネーズでも、どうすか、マヨネーズなんか、ドムスかっていう感じで、まあ、マヨネーズをこう渡していくことによって、まあ、ナイフを収めていくということですね。よろしいでしょうか。はい。ということで、メロビング朝フランク王国ということで、まあ、こういうふうな兄弟ナイフが起こっていると。まあ、それを抑えたのがマヨルドムスというんですね。じゃあこのマヨルドムスが一体何をしていったのかということで次回以降を見ていきましょう。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。